実に取れないと思うんで、まあ、一応入って見てはみますけども、まあ、やっぱり今日はですね、待ちに待った冥王様の復活日ということで、潜りましょう、深く深く潜ってチャンスを待ちます。おはようございます。ほら、あ、いけた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 、やったー、どうしよう、とりあえず真ん中付近行っちゃいます。ここ広いし、あ、だから結構やっぱ狙いであった人たちが本当に、あの、多分思い思いの台に行ってくれたんで取れましたね。頑張ります。嵐の寝台考察 TV。 改めまして皆様おはようございます。パツル必勝本の嵐です。というわけで今回はアナザーゴッドハーデス、解き放たれた攻撃バージョンを打っていきたいと思うんですけれども、まさかですね、もう正直8割方朝から打つのは諦めてたんですけどね、まあ取れるという形になりましたので、まあ、あとはもうしっかり楽しんでいこうと思うんですけれども、まあ、今作はスマスロではなく、まあ、6.55 ということでコインもありますし、あとは有力化の仕組みも、ゲーム数で4000ゲームという条件があるよという形になっているんですけれども、まあ、その中で、まあ、やはりゲーム数上乗せっていう、まあ、ハーデスの醍醐味を、まあ、どこまで、まあ、作り込んできているのかっていうのはもちろんのこと、僕もともと試打させていただいてて普通に打感が面白いっていうのはもう分かってはいるんですが、まあ、やっぱりその新規要素ですね、もう初代のハーデスの打感にプラスアルファとして新たな上乗せ特化ゾーンだったり、あとはタナトスフリーズっていうゲーム数を切り裂いて倍にしていくような、まあ、そういった、強力な上乗せ性能がありますので、まあ、そういった部分、まあ、体感できるかどうかは分かんないんですけれども、そういったものを全部踏まえて、まあ、6.55 のハーデスの打感今日はしっかり探っていきたいと思います。この与えられたチャンスをしっかりものにしていきたいと思います。皆さんもどうか最後までお付き合いください。じゃあ早速打っていきたいと思うんですけど、まあ、6.55 機アナザーゴッドハーデス解き放たれし攻撃バージョン、まあ、僕も一度試打動画撮らせていただいておりまして、もう打感は完璧に5号機のハーデスに近いです。なので朝一は設定変更後、まあ、モード移行行われるでしょうから、まあ、あの液晶の液晶というか画面ですね、画面の出目に注目しながら、まあ、モード推測していくという流れになると思うんですけども、まあ、基本的には、まあ、奇数天敗だったり、おう、いきなりかぶと、まあ、こういう奇数天敗の頻度だったり、まあ、あとは特定出目ですね、この辺のモードスタメも踏襲されてますんで、例えば、奇数頭の奇数欠点牌とか、お、9ゲームっすよ。だから考えられるのは朝一天国スタートしてて、もういきなりその通常当選で当たったって考えるか、まあ、前兆にいきなり飛ぶこともあるのかっていう感じですけど、びっくりしました。さあということで、まあいきなり全てをすっ飛ばしてこの後初当たりの流れ見ていきたいと思うんですけど、お、音量下げましょうちょっとまだ何も準備できてないよ。で一応あのジャッジメントなんですが、あのパッツ、要は第一停止以外の押し順から止めて押し順がガッチすると、まあ、スタートするっていう感じになります。でまあ基本はまあ、当選経験によってジャッジメントの振り分けが変わる、その振り分けなんかも出てるんですが、まあ、あの通常当選はもちろんおはようございます、まあ、やはり安定のラッシュオブケルベロスワンちゃんからスタートということで、まあ、流れを見ていきましょう。で今作はですね、前作は、キナナが揃うと20ゲーム以上の上乗せだったんですが、コブイキナナが、20ゲーム以上のフラグになってます。止まるかな、うん、だから8倍役が揃った場合は10ゲーム以上という感じなんで、そこはちょっと変わってますね。でもちろん、レア役を引くことができればより大きな上乗せに期待ができるんですが、下段機なのも10ゲームで平均80ゲーム
取れるジャッジメントになってるんで、小部井キナナの引きがかなり重要なんですが、これはまさか伝説の朝一50ゲームスタートあるかで、保証ゲーム数が過ぎると、あとは小部井キナナ引いてれば継続するはず。あまあというわけで、まあ、最低ラインからのスタートという形になりました。まあ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 当たっただけでも御の字なんで、はい、こんな感じで、まあ本当この辺もいつも通りですね。でこれが初期ゲーム数になって、ゴッドゲームがスタートすると、オケアのスタートですね。さあというわけで、あっという間に当たってしまったんで、ちょっと流れが前後してしまいますが、ここでざっくりとゲームの流れを解説させていただきます。通常時はモードごとに成立役に応じた抽選、もしくはチャンスゾーン、ヘルゾーンからジャッジメント、AT 当選を目指します。ジャッジメントで、ゴッドゲームの初期ゲーム数を獲得してゴッドゲームがスタート、そのゲーム数を消化後はヘルグレイブ、引き戻しゾーンへと移行してさらなる GG 当選を目指します。いやもう頭が追いつかねえわ。取れると思ってなかったし、取れた台でまさかのね。いや今日は何かが起こるんじゃないですか、これは。シモちゃん、はい、起こさなくてどうする。おで今青7、まあリプレイが揃いましたけど、リプレイは4連からジャッジメント抽選になります。あ、本作は AT 中も上乗せの抽選があるっていうことですか。あるんですよ、この辺はちょっと凱旋っぽいよね。であとはレア役で出る宝石、宝石は2連からジャッジメント抽選になります。で今作はブレイズゲームっていう特化ゾーン、3ゲームのタノトスフリーズ特化ゾーンも存在してるんだよ。まあ、本当に上乗せ1回1回がトリガーになりうる可能性がありますから、ね、さあゲーム数上乗せが潜伏している余地もなさそうなんで、ここで一旦 GG は終了という流れになりますね。今回は50ゲーム165枚で GG 終了となりました。でこの後はですね、ヘルグレイブ引き戻しゾーンの方に移行します。見ていきましょう。はい、こちらが、20ゲームプラスアルファ継続する引き戻しゾーンとなっておりまして、まあ、消化中は成立役に応じて GG 抽選が行われると。で基本的にはもちろんレア役を引けば、GG 当選のチャンスが広がるんですけれども、それ以外でもリプレイなどでも GG 当選が期待できるみたいなんで、まあ、とにかく子役を引きたい、まあ、そういった感じの引き戻しゾーンになっております。あ、クリスタルコールとか出て、うん、あ、画面が暗くなっちゃったんで、あ、これでヘルグレイブは転落という形になりまして、もっとレバーオンでですね、演出が出るんで、今回は本当に何も引けなかったらから何も出ずに終わっちゃいましたね。で、ヘルグレイブ終了後のモード移行は現状もうはっきり分かってまして、天国準備以上の期待度が 50% あります。なのでヘルグレイブで引き戻せなくても上位モードからスタートしてまた早い初当たりが引けるっていう可能性もありますから、まあ、この後もしっかり液晶画面の出目ですねを見ながら、モードを推測しつつ打っていきましょう。まあ、現状判明している設定差のある要素なんですが、もう GG の初当たりが全然違いますね。設定1だと、まあ、510分の1なのに対して設定4以上から300分の1を上回ってきますので、まあ、GG の初当たりに注目しておけば結構高低は見抜けるんじゃないかなというふうに思える数値になっております。あとは、ジャッジメントの終了画面ですね、先ほどのケルベロスの終了画面はデフォルトだったんですけども、それぞれのジャッジメントに特殊画面が存在しておりまして、ケルベルスの特殊画面が出たら設定2以上、ペルセポネの特殊画面が出たら設定4以上、ハーデスは設定5以上だったかな、6だったかな、ちょっとその辺が曖昧ですけど。
で、まあ、初当たり確率から想像するに、まあ、高設定は天国いまくりとかではないと思うんで、やっぱりその天国準備以下のモードからの初当たり確率というのは結構設定差あると思うんで、まあ、だから今モード良くなさそうだなっていう時になんかレア役一発で刺さるとか、まあもちろんレア役引かずに刺さるっていうのが一番強そうだけど、まあやっぱりそのしっかりモードを推測して当選景気を見抜きながら何で当たったかを考えつつ設定も考えていくみたいな従来のアプローチは通用そうですよね、今作でも。中段リップ、うん、で一応今作のモードの特徴としては天国準備が2種類あるんですよね、 A と B、 そこの違いが何なのかっていうのも気になるところではありますが、単純に天国への上がりやすさが違うのか。さあとりあえず今200ゲームを踏みましたので、まあ、ヘルゾーン降格への移行抽選が受けれると。でちょうど液晶でも頭の奇数テンパイ出てて、まあ、表のモードも良さそうな上にここでヘルゾーン当選も期待できる。お、外れ目で闇の霧。さあモードアップしたかも、うん、お紫炎右上がりか、おおで闇の霧、あらら行ったか天国、お一目ではないよね、で今一応右上がりキナナから数えてこれで20ゲームなんで、まあ、本前町にはいなそうですけど、今クリスタル氷で左が V っていうあんまり見ないパターンが、初代とかでは全然出なかったパターンが出たんで、もしかしたら上位モードスターで、お回り出したよ、しもちゃん。これは初めて見てるやつですね。うん、まあ、あのギロチンの新演出みたいな感じかな、ギロチンもあるんですけど、だから連続するほど熱いんだと思うんですよ。3ゲーム連続、熱い当たりましたね。ちょっとねゲーム数カウントがねいろんなことが起きちゃって曖昧になっちゃったんですけど、多分20何ゲームとかなんですよ。いやいいんじゃないですか、初当たりめちゃめちゃ軽い263ゲーム、まあ、あの前兆ゲームの振り分けとかも、今作では変わってる可能性もありますので、その辺の情報が出るとより当選景気見抜きやすくなるんじゃないかなと思うんですけど、オーケーオーケー、よし、とりあえず50は避けましょう、昨日の自分より少しでも強く、ありがとうございます、これで60以上、ファイヤーファイヤーない、おし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 、これで20以上です、これで70ゲーム継続しよう、ああまあまあまあ、で終了画面に注目と、通常画面ですね。さあ GAJ 開始時のステージ、一応初代ハーデスはオキアノス以外からスタートしてくれた方が良かったんですけど、 GAJ 開始時のモード以降も設定差ある可能性ありますからね。とりあえず2連続でオケアのスタート、おおおお、エリシオンステージ、今作はハーデスステージの上のステージがあるんですよね、これがエリシオンステージになってまして、レア役を引いた時の上乗せにかなり期待できるステージという形になってますんで、
はまあハーデスにいるってことはまだその天国以上にいると思うんで、エリシオンは超天国とかなんですかね。まあ一応必勝分のサイトのには、うん、GG 中のモードは4種類あって、あ定格、広角 A、B、C と。あ、広角って言い方なんだね。ごめんごめんごめん。だから C に行ってたんじゃない、エリシオン。それか B 以上とかね。うん、で今は広角 A 以上にいるよってことなんだよね、おそらく。いやでもそうなってくると今作はエリニュススタートよりもハーデススタート以上の方が強いのかもしれないね。もし設定差があるんだったら、要は真ん中のモードがないって考えると、まあ、エリヌスは攻撃かもよステージになると思うんで、だったら例えば GG 開始時に攻撃以降に設定差があるんだったら、もうハーデススタートが純粋に高設定ほど多くなる可能性が高いんじゃないかな。まあモード移行率設定差あればの話ですけど、さあ残念ながらいい状態にはいってたと思うんですけど、まあ、上乗せできず212枚で終了と。さあヘルグレイブ、ようやくちょっとヘルグレイブ中の演出見れましたね。おし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 続いていく。あるか、ああまだ続いていく。多分履歴以降とかさすがに引き戻させてくれると思うんで。ああ煽ってますよ。よし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 、おえこれ液晶に一部止まんじゃない。448で死者、ほら引き戻しました。まあリプレイ揃ってるけど、なんかチャンス目からの煽りっぽいですよね。ありがとうございます。まあやはりね、こういくと強そうですね。24ゲームヘルグレイブでの引き戻しで、ヘルグレイブで引き戻すとフェルセポネ以上の振り分けが 25% 以上になるんですよ。だからこれはちょっと期待しましょう。カモンマイハニー、お来ました、フラッシュバック。よし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 、こんなに早く会えるとは思わなかったっすわ。行きましょう。さあ今作のペルセポネとハーデスは10ゲームの ST タイプの上の速化ゾーンになってます。で10ゲーム間の間にペルセポネだったら紫7を揃えればゲーム数が巻き戻しつつ50ゲーム以上の上乗せと。でそれを5回繰り返すことができればペルセポネのストックを取ることができるという形になります。で目標は、はい、まあ、7揃いを5回させるっていうのが目標になるってことですね。まあ最大目標はって感じですね、はい、で一応レアヤコイクとここの ST ゲームスの減算をストップすることもできるんで、うまいことそういった抽選を絡めながら紫7をいっぱい揃えていく。でもちろんコンボフリーズもありますんで、ガセディガセディ、ああガセディ、設定4以上のかな、ないですね、これをもう1ゲーム早く引けてたらカットインが出てたんじゃなかろうかっていうやつなんですけど、こういうこともあります。あー悔しいよー悔しい。まあまあこれもまたハーデスですね。またこれもまたハーデスですね。さあ残念ながらまたもや駆け抜けてしまいましたが、まあまあ枚数は取れましたね。まあ、確定役についても軽く触れておきますと、ゴッドトロイが8192分の1、で紫菜と冥王ぞろいがそれぞれ16384分の1ということなので、確定役自体を合算すると4096分の1に引ける形になりますね。
とりあえずあの確定役の演出みたいじゃない。うん、冥界の扉もそうだしさ、あとはねなんか新規演出とか出てくれたら最高だし、あとね通常時から今作はリロック出るんですよ、あのハーデスのいわゆる監獄ロックって呼ばれてさ、あの鎖につながれた、でおそらく対応薬の法則とかも一緒だから3段階までいけば確定薬以上、4段階でフリーズ。天井が1400でかつ到達すれば必ず全回転フリーズがもらえるという、まあ天井には頼りませんけどね。パオ、良さそうでしたからモードは、いや切り出て欲しかったけど、まあ中断機能なんでさすがに天国以上への移行に期待しましょう。当たってもおかしくない、おっしゃー、ラダマンチュー、おあー本前兆は否定されたっぽいあの初代と法則が一緒だったら本前兆は否定されちゃいましたけど、ヘルゾーンには入りました。で青です、あ違う、クリスタルゾーンじゃん、これペルセポネがいますよ奥に、当たればペルセポネ以上仕留めましょう、これが新規要素のヘルゾーンですね。ほら、演出が欲しいな、決めたい、だあ変化で変化で飛んできたんでリプレイ否定すれば、あーそうし、続いてナフ、惜しすぎる、まあでもここまで来たらせっかくなんで666からのヘルゾーン入る流れも見たいですもんね、もうちょっと我慢しましょう。逆にこれ666踏んで一向にヘルゾーン出てこなかったら本前兆の可能性大になりますから、まあ、全然当たってなそうなんで、あただこれ分かんないですよ、これでもし初当たり射止めてたら次の666踏んで、あれ全然ヘルゾーン出てこない、もしかしたらすぐ出てきちゃうかもしれない、出てきましたねなるほど、おおお、これはですねもう一つのヘルゾーン、ハーデスゾーンです。背景にハーデス様がいらっしゃいますん でここにも出てきますね、名前がいきます、とりあえずこんな感じで、でもちろんこのゾーンで当てることができればプレミアムオブハーデスかアナザーレジェンドになります。当てましょう、あここをさせて、へかってきた、リプレイしてしろ、あ惜しい、頼む、あこれ継続しろ、まあ、めちゃくちゃ熱いですね、あのゾーン、そして666のゲーム数でいくんだな、今一応その666の情報をちょっと改めて調べ直したんですけど、まあ、やっぱりその上位ヘルゾーンが確定するみたいです。ああそうなんだ、うん、クリスタルゾーン以上だって、でヘルゾーン降格も今作は定格の他に、まあ、あのショートとロングが、まあ、あるよっていう感じなんで、ミドルはないで、200、400はショート以上で、666は上位ヘルゾーンが確定するといった、まあ、そんな感じになってます。まあ行くか、もうこうなったらいただきまで、
今多分中段木奈々先生が肩ぐるんぐるん回して準備してると思うんで、ブルペンには入ってるから多分。さあとりあえず4桁到達、ここから400ゲーム、ヘルエッジロードのスタートです。まあいわゆる天井ストッパーなるものがあるのかどうかっていうのを体を張ってちょっと確かめていただくことになりますかね。一応今のところないです、見た目上は。そうですね、うん、ゾーン的なものはな、もう話しちゃってるわけだし、はい、ないと信じて渡るしかないんだよ、この天空の橋を。さあ4枚目かな。うわー、もう兄さんでも怖いんだから。ブルペンが忙しくなってきましたね。いやマジだよ、ベンチが慌ただしく動いてるよ。やめろ。うわー最悪じゃん、中段リップの切りは最悪と言っていいよ。間違いなく天国でしょこんなもん。いやでもまあまあまあ言うてね、200ゲームぐらい多分天国行って当てられてないから、マジあのまあここまでは想定ないよ。あとはブルペンからあの中段キルで引っ張り出さなければ大丈夫だ。俺は皆様に希望をお届けするんだ、天国で1300を超えても天井行けますっていう希望を。さあ5枚目です。ただ全回転フリーズでうまいこと7を追い止めれば全部返ってくる可能性ある。これが多分ハーデスとの戦い方の一つになると思うんだよ。まさかの四角、いやまだ救いの見てがあるかもしれない。行くぞ、ほら、今多分中段木奈々先生が肩ぐるんぐるん回して準備してると思うんだよね。ブルペンには入ってないから多分ベンチが慌ただしく動いてる。あとはブルペンから中段キルで引っ張り出さなければ大丈夫。こぶし、これね、いわゆる液晶チャンス目ってやつなんで、当たりました、当たりましたよ。だからやっぱブルペンでね肩温めてたから。で、あの同志の方があの全回転フリーズ行ってましたね。だからあのこういう引きをしなければ当たる、ちゃんといけるってことですよ。逆に言うと俺はもうどうやら力尽きたようですが、で今おとなしいでしょ、必ず来るから逃れられないと思うわ。もう12、13、14。皆さん今回も5ゲーム刻みっぽいです。勉強はそうか。皆さん中段気棚には気をつけましょう。僕の屍を越えていってください。ただ俺はこの GG で出しますから、出てこいよペルセポネ、せめてペルセポネお願いお願いお願いだ、せめてケルベロス以外でお願いします。
無慈悲やってくれんじゃねえか。ほらレア役。いやワンチャン蝶とかあるんじゃないですか。蝶とかね。はあ、吠えてるから絶対け、うん、違う落ち着け。俺今テンパってる。ここに止めなきゃダメだ。今作も天井前の当選に悩まされる日々が始まったな。多分このタイミングでおそらくユリカンは切れてしまったんじゃないかなと思うので、まあだから逆に言うと今作のハーデスでこれが多分一番最悪なパターンなんですよ。天井まではまったけどその手前で当ててしまって AT も伸ばせず、こっからどれぐらいプラス収支に迫れるかっていうのを今日検証していきましょうよ。かい、ああ神様お願いします、お願いします、滑れよゴッド中断来いよ。いいんだよね、いいんだよね。ほら皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます。共に天井までの道のりを歩んでくださった方が拍手してくださいました。ありがとうございます。ああよかった、よかったっす。やっぱ前向きに生きなきゃダメだ人生は。じゃあ感謝の気持ちを込めて衝撃バージョン初のゴッドぞろいいただきます。神々しい、ありがとうございます、ありがとうございます。参ります。で金が奪った場合にはこのストックプラスアナザーレジェンドがついてくるっていう感じなんで、いや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 、ありがとうございます。まあでもなんだろう、引けただけでちょっと感無量感があるっていうのもすごいフラグだよね。いや緊張するな。まあちょっとワンセット目はあんまり8枚引けなくて枚数下振れしちゃいましたけど、これは長いこと GG やってれば戻ってくると思うんで、長いこと GG やるためにも一発目のジャッジメント大事だね。ハーデス待ってるぜ俺は。フラッシュバックない、やめて。ああ怖え。ハートックの匂いがする。まあまあまあ、ケルベロス、そろそろなんか加えてこい、見せてくれお前のポテンシャルを。ケルちゃん、ワン、まあまあまあ、とりあえずもういいからな、ハウス。いやいや、まあここまではお約束ですよ。まあだいぶ枚数は戻りました。いきます。嬉しい。
なんかおかしいなと思ったんですよ。やったまさか。これはご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、アナザーレジェンド、すべての要素を兼ね備えた上乗せ特化ゾーンとなっておりまして、まずマイゲーム10ゲーム以上の上乗せ、それがケルベロス、目を揃いで100ゲーム以上だから、とにかく全部の要素が詰まった ST タイプのマイゲーム上乗せ特化ゾーンです。で、平均期待獲得枚数はゴッド510ゲームですから、まさかあんなピンチからこんな奇跡が。参ります。もちろん初消化です。なるほど、これで100乗せつつ巻き戻しですね。まあさすがに赤なんで、ここで嫌がらせをするような冥王様ではない。熱いねコンボもあるんでしょ、だってさすがコンボはない。で、ナビなし10。というかリセットめちゃめちゃ大事じゃないですか、これめちゃめちゃ大事。じゃあ俺もちょっと本気出させてもらえば、ここは俺のやりよ。まずいよこれ、ほんと。頼むよマジで、もういらねえんだ、オチはかっだダメダメですいやでもまあまあ320ありますから、それでも。はいはいはい、だから多分初期の100込みで510だと思うから、まあ平均にちょっと足りなかった、ちょっとどころじゃないけど余計なことしなきゃよかった、バカバカ本当にえ、通常リップの確率が10分の1とかだから、まあね、なかなか巻き戻すのも結構大変なんだと思うよ。あれ、ねえ、緑じゃない、こんな細かいところまで。おかえり、さっきはよくもやってくれたな、ありがとうな、なるほどなるほどね、ちょっとね面白いわ、いろいろあって。で、奇数転売直り来てますんで、じゃあちょっと取っちゃう。今のはあれですね、タナトスフリーズの煽り。だから中電気になるとかやっぱ来やすいんじゃない、あの赤の宝石とかじゃなくても。乗れば広角 B 以上じゃない、 OK。 さあ1000枚オーバー、これよしよしよし。さあ運命のラストジャッジ、行きましょう。さあ1712枚で最後行ってきます。いや、フラッシュバック欲しいね、頼む。お、来た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 、第一第二どうした、まさかまさか、あ、今回は普通のペレスポネ。まあでもこれは長男じゃないかとね。まあ前作までの法則だったら、はい、あの格下げとか、あと第一第二第三全部継続したやつは長だったはずなんで、はい、いやちょっと期待しましょう。嘘でしょ、
やっぱ長打。いやカットイン出てくんない。あ、よかった。怖いよ。さすが大丈夫。よし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 、二角。しもちゃん、危なかったね。いや、っていうかこれめっちゃ熱くないですか。めちゃくちゃ熱いよ。こぼれずこい。ない。油断はしない。危ない。ちょっとやなんだけど。何ゲームやったこれ。二十何ゲームやったよね。戻ってくんの？いいんだよね。戻ってきたよね。大好き。俺ちょっと今ので惚れた。どんだけド S なのよ。やり口が。僕もう寿命180日ぐらい減ってますから。お、これは一角ってやつじゃないですかね。行っちゃう行っちゃう行っちゃう。来た来た。二段階二段階来い。よし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 、行ったでしょ。これは最高じゃないですか。とりあえず青です。50パーですから、うん、いや十分ですね。また怖い時間帯が始まる。あっ、いやでも十分だね。十分でしょう。これはあの状態からの250は、まあ、やりきったと言っていいですね。でこれで多分消化中もすごい枚数増えてるから、もう多分32が6、342でしょ。もう2500ぐらい出るから、一応もし有力感がバツって切れてたらもう完走いけるところまでは今まで乗せたんで、むしろ一番気持ちいい終わり方かもしれないですから。さあ残り100ゲーム切りまして、現状はあと多分200枚ぐらいで有力感分の枚数到達すると思うんですよね。で、有力感の完走になるとジエンドっていう専用のステージに行くはずなんですよね。エンディング画面そうですね。なんで、まあ、有力感の残りゲーム数を見てだとは思うんですが、やっぱりその天井近くまではまっちゃった場合は、そのタイミングで AT 終了後に有力感が切れてるであろうということが、まあ、これでほぼ確約されたかなと思います。うん、オーバーが出ましたね。あるんですね。まあ言うてね、6号機の1つの区切りだからね。2400はこの節目を突破した時は枚数表示で祝福してくれるんですね。あ、夜になった。あ、もう残りが少ないよっていうスタッフね。まあそう、入れてなかった。神々しいな。さあというわけで、私絶望の状況から1有利感を完走して、なんとサマイスはプラスに戻ってまいりました。ただもちろんですね、あのゴッド行くタイミングがもっともっと遅ければ
ゲーム数の上乗せが残ってた場合ボット出たっていう形になるんで、まあ本当に引くタイミングによってボット揃いの伸びしろっていうのはだいぶ変わってきそうな感じがしますけど、でこの後はですね、もちろん次の有力化に行くずつ、ヘルグレイブもありますので、そこでしっかり引き戻してさらなる出玉を期待できますから消化していきましょう。はい、で、まあ30ゲームちょい回してみて、まあ、奇数撤廃はそこそこ出てたんですけど、奇数頭ケツ撤廃とかそれこそ奇数バサミなく奇数とかが、まあ、一度も出なかったんで順目とかも、まあこれだったら、まあ、天国順目にいたとしても B ではなく A かなみたいなぐらいの所感だったんで、まあ、これ一つの僕やめ時にしたいと思います。で、まあ、本当に今日はいろいろあった初打ちになったんですけども、まあ、冷静にしっかりエンディングでいろいろ振り返っていきながら、まあ、また皆様に結果報告したいなと思います。本当にありがとうございました。さあというわけで実戦終了いたしました。いや本当にいろいろあった一日でしたね。まあ、まずは結果から振り返っていきたいと思うんですけれども、投資がですね、まあ、1886枚ということで、まあ、天井手前まで行った割には2000枚超えてなかったんだなって僕計算してみてびっくりしたんですけど、で、獲得した枚数が2474枚なのでびっくり、3枚でなんと588枚も浮いておりました。いやもうとにかく今日はびっくりした1日で、まず朝1、9ゲームですよ。何にもまだ心の準備してないところで GG 当たって、でその後も、まあ、ヘルグレイブでの引き戻しもやれたりなんかしつつ、あれよあれよとハマっていきまして、で1400の手前でしっかりやり投げられて当たるっていうお約束まで炸裂させて、まあ、本来であればもう大負けの世界戦に多分両足突っ込んでたと思うんですけど、それをグイッてこう引き戻してくれたのがやっぱゴッド揃いということで、まあ、本当にその 6.5 号機になって、まあ、やっぱり5号機とは違うわけじゃないですか。まあ、その出玉には一応上限もありますし、ただそれでもゴッド揃いの喜びと、あとはその一発で局面を変えてくれるパワーっていうのはしっかり継承されてるなっていうのを、まあ、改めて感じました。だから本当にその一有利感に全てがギュッと凝縮されてる形なんですよね。だからそのピンチもチャンスもで、やっぱりその設定差のある部分に関する考察なんですけども、まあ、正直天国に上がってからの初当たり当選率って多分ないと思うんですよね。あの5号機のハーデスもなかったんで、だからそこに至るまでのモード移行率だったり、まあ、あとはレア役からの直当たりだったりとか、まあ、そういった部分に設定差あると思います。僕の台もあんだけハマっちゃったんで、まあ、正直どうなのかなって思いつつも、ずーっとマジで天国と天国準備 B みたいなとこうろ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 してたんで、ああなっちゃうと多分高設定でも当たんないことって全然あると思うんですよ。だからやっぱり全てがタイミング、レア役を引くタイミングも大事だし、なんだったらゴッドを引くタイミングも大事だし、タイミングが噛み合えばめちゃめちゃ出ることもあるし、噛み合わなかったら辛い思いもするしっていうのが、まあ、今回のハーデスかなっていうのを改めて感じましたんで、また機会があってですね、今日みたいなモード以降の手応えのある台を打つ出る際にはそのポテンシャルしっかり活かしたいですし、まあ、そういった情報が、まあ、早く出てほしいなって。やっぱりどこに設定差があるのか、今回あの資産演出も積んでますんで、なんか手応えのある中でその演出が待てるような情報が出揃った時に、今までのハーデスとは違う、なんか1でもいいからぶっただけに行くんじゃないで、その設定を狙うハーデスの立ち回りとかを確立できたら面白いのかなっていうふうに思ってます。あの特にアナザーレジェンドを引いた際にはもうちょっとごちゃごちゃしちゃって本当すみませんでした。もうちょっとあの冷静に皆様に信頼の情報をお届けできるように頑張ってまいりますので、次回以降もぜひ何卒よろしくお願いします。そして、よろしければ皆様の考察なんか、あとは感想なんかもですね、コメント欄に寄せていただきますと僕も参考にさせていただきますので、いつも通り何卒よろしくお願いいたします。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の信頼でお会いいたしましょう。